画像はピーコ、認知症が進行し、昨年から高齢者施設に入っていたファッション評論家、タレントのピーコさんが、9月3日に亡くなられていたことが分かりました。79歳でした。各報道によると、ピーコさんの死因の病名は、敗血症による多臓器不全で、入院先の神奈川県内の病院で9月3日に亡くなり、葬儀は近親者で済ませたとのことです。 ピーコさんはかつて、双子の弟で映画評論家、タレントのオスギさんと共にバラエティ番組や情報番組などで活躍し、オスピーの愛称で親しまれていました。画像はオスギとピーコ。オスギさんは3年前に体調を崩し、認知症を発症して芸能活動を休止し、高齢者施設で生活しています。一方、ピーコさんは2年前から認知症のような症状が見られ、 自宅が乱雑になったり、身の回りのことができない状態にありました。お杉さんのことを尋ねられた際に、ピーコさんは、お杉はもう亡くなりました。お骨になって帰ってきたの、と答えていました。その後、昨年3月にピーコさんが万引きで逮捕されたことが報じられ、施設に入所することになりました。ピーコ失踪の理由は万引きで逮捕 認知症が原因で窃盗事件、行方不明の真相を女性セブン報道に悲しみの声1年半後に亡くなっていたことに驚き活躍していた頃を知っているだけに寂しいピーコさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。